スリークォーターショット、ハーフショットをしっかりと覚えた上でグリーンを狙っていくという今度は段階に入っていきます。で実際にやはり最初にそのスリークォーター、ハーフショットのポイントでもお伝えしたようにしっかり体を入れて振り切ること、これがまず一つポイントなんですが、それ以上にグリーンを狙う場合というのはご覧いただいても分かるようにハーフショット、そしてスリークォーターショット、ちょっと画面から見づらいと思いますが高さがかなり変わってきます。もちろんフルショットになるともう少し球も上がっていきます。ですのでこのグリーンを狙うにあたってはこの高さのイメージを変える、これでスリークォーターやハーフショットのショットイメージをつかんでください。ですので実際にこう例えば風が強い向かい風で風を切り裂くような球を打ちたいなと思うときにフルショットをしすぎてしまうと球が吹き上がってしまう、そういったときにハーフショットで低く抑えてあげる、今は7番打っていますがそれを6番や5番に変えてこのようなハーフショットしていく、そして3クォーターの時もそうなんですが、例えばじゃあフォローが強すぎる、これフルショットしてしまうと風に乗ってしまう、そういった時はこのスムーズな3クォーターショットでゆったりと風に乗せてあげるということで飛びすぎも防ぐことができます。特に3クォーターハーフショットっていうのは球の弾道をイメージする、その弾道をイメージすることによって風の影響をイメージする、これがグリーンを狙う上での一番大事な要素になります。